こんにちは、ステレオカメラの相場です。今回ご覧いただいてますカメラは、ハッセルブラッドのですね、人気 V シリーズの、人気モデル 503CX になっておりますね。はい。この V シリーズ、500シリーズの中では、かなり定番のモデルですね、503CX になっております。で、もってですね、この503の頭に星マークがついてるんですけれども、これがスリロトレーディングカンパニーという会社が、日本のですね、ハッセルブラッドの総輸入総販売代理店だった頃に、国内で正規販売された品であるという印になっておりますね。はい。写真館とかですね、風景とか、おとりになる方にはですね、非常に定番のモデルとなっている 503CX ですね。はい。じゃあ、外観から見ていきますけれども、外観はですね、ややちょっと使用感、経年感あるかなという感じになっております。まあ、ピカピカ新品同様ではないと思ってくださいませ。ですね、こういう、針側のですね、針側とこの金属のですね、このフレームの間にですね、ややちょっと縮みが出ておりまして、このですね、接着剤がちょっと見えたりとかしてますね。はい。こちらもですね、ちょっとですね、めくれたり剥がれたりっていうことはないんですけれども、一応ご留意いただければと思いますね。はい。そうですね、全体的に、こういうとこもですね、ちょっと縮みが見られる感じですね。底面は綺麗ですね。で、皮の縮みとかないですね。で、この三脚の取り付け部の、この黒い塗装もしっかり残ってますね。ウエストレベルファインダーの皮張りも綺麗ですね。あとは金属の腐食、錆汚れなどはない感じです。はい。バックドアもですね、カビたり、ひび割れたり、汚れたりっていうのはあまりないんですけれども、はい。まあ、ご覧いただいている通りですね、ちょっとなんか古びた感じになってますね。まあ、これで、両車に何か影響があったりとか全くしないので、一応ご留意ください。はい。マウント部分も綺麗ですね。はい。レンズとのマウント部分も綺麗。はい。ウエストレベルの立ち上がり、畳み込みも問題ないですね。はい。ルーペも綺麗ですね。はい。こちらのスクリーンは、一応ですね、アキュートマットですね、が搭載されております。ちょっとですね、こう古くなってますけれども、透明度の高いですね、アキュートマットですので、ピント合わせ、フレーミングにはですね、非常に重宝すると思われます。はい。ミラーの劣化などもない感じですね。はい。この、ファインダースクリーンはですね、こう、爪をですね、こう、開放してあげれば取り替え可能になってますね。はい。で、あ、中身ですね。中身もですね、はい。綺麗な感じですね。はい。このバルパスがですね、どうしても1本2本ひびが入ってますけれども、これはどうしてもひびが入っちゃうものでして、これによってですね、また描写に変化があったりとかするものではないので、こちらも一応ご留意ください。バックドアの開閉は非常にスムーズですね。引っかかったりとかですね、動き悪くなったり、このシャッターチャージが入ったりしたりとか、いうことは全くありませんね。はい。ボディはこんな感じです。はい。こちらがマガジンですけれども、マガジンはですね、結構このスライドを後ろにこう収納できる、はい、タイプになってますね。はい。スライドはベコベコしたりせずにまっすぐです。はい。針側もですね、ひどい縮み汚れなどはないですね。はい。こちらはだいぶ綺麗ですね。金属の腐食、錆汚れもありませんし、ま、こちらもピカピカ新品同様ではありませんけれども、だいぶ綺麗な状態だと思います。はい。マウントも綺麗ですね。中身をこう引き出しても、シリアルも一致してますし、錆汚れもないですね。はい。中身も綺麗です。
一回ですね、中身引き出すとこう、カウンターがリセットされますね。はい、こんな感じです。ボディと接続して、はい、スライドを引けば、シャッターが切れる状態になっております。はい、シャッター切るとですね、はい、ここは赤くなりますんで、こう、巻いていただけますと、あ、その前に、失礼しました。フィルムを入れたと想定して、こう、ダイヤルを巻かなきゃいけなかったですね。はい。まあ、フィルムをですね、まあ、装填したと仮定して、このダイヤルをですね、ぐりぐりっと巻いてあげますと、はい、カウンター1でしっかりストップしております。はい。それから、ボディと接続ですね。はい、失礼しました。で、スライドを引いて、シャッターが切れる状態です。はい。はい、一回切るとですね、こう、赤になりまして、このチャージしてくださいっていう、印ですね。チャージと巻き上げをこう同時に行うと、窓が両方白くなりまして、カウンターが1に進むという感じになってますね。この繰り返しで、はい、撮影をしていただきます、はい。このバックドアの音いいですね。はい、非常にいい状態の音をしております。まあ、この繰り返しで撮影していただきますね。このボディとこのマガジンの連動、非常にいい状態ですね。まあ、こうガリガリしたりせずに、スムーズに連動しております。はい。で、このままの状態ですとですね、で、この安全装置が働いてますので、こう、マガジン外れないようになってるんですね。このスライドを、しっかりと奥まで差し込むと、はい、こう外れるようになっております。で、今、カウンターがですね、まあ10まで進んでますけれども、まあ全部取り切ったと仮定してですね、中身を引き出してもらいますと、またカウンターがリセットされます。はい、ということで、はい。外観はですね、ややちょっと使用感見られるんですけれども、全体的に非常にいい状態の503CX になっております。はい、念のため、性能額ですね、お使いいただくために、全体的な分解整備、清掃、調整をご希望いただける場合は、オプションからお選びいただけましたら、当社で格安で受け負わせていただきますので、ぜひご利用ください。あと、付属品がこちらの、はい、ボディキャップになってますね。ということで、はい、ライカじゃなくて、ハッセルブラッドのですね、人気シリーズ、V シリーズの、定番モデルですね。503CX になっております。ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。